腹が空いたら食べる。運動すると腹が減る。デイサービスに行ってエアロバイクに乗ったり、何でもいいが運動をしたりすると腹が空く。その理由は主に以下の3つが考えられます。1つ目はエネルギーの消費によるところがある。運動するとエネルギー源である糖や脂肪が消費されます。特に運動強度が高いほど多くのエネルギーが消費されます。体内のエネルギーが不足すると脳はエネルギーを補給する必要があるという信号を送り、空腹感を感じさせます。だから勉強して脳を使えば空腹感を感じます。2つ目はホルモンの影響があります。運動によって食欲を刺激するホルモングレリンの分泌が増加することがあります。グレリンは胃から分泌され、脳の食欲中枢を刺激して空腹感を感じさせます。一方、運動によって食欲を抑制するホルモン PYY や GLP-1 の分泌も増えます。しかし運動強度や運動時間によってはグレリンの方が優位に働き、食欲が増進する場合があります。3つ目は体温上昇によるのが理由になります。運動によって体温が上昇すると体がエネルギーを消費しやすくなります。体温が上昇すると基礎代謝も上がり、さらにエネルギーが消費されます。そのため運動後には運動前よりも多くのエネルギーが必要になり、それが空腹感につながることがあります。運動後に腹が空いたときは適切なタイミングで食事をとるようにします。運動後に腹が空いたときはすぐに食事をとるのではなく、30分ほど時間を置いてからにしましょう。運動後すぐに食事をとると食べ過ぎの原因になることがあります。また何を食べるかも重要です。運動後は糖質とタンパク質をバランスよく補給することが大切です。糖質は運動で消費されたエネルギーを補給するために必要です。タンパク質は運動で傷ついた筋肉の修復を助けます。具体的にはご飯やパンなどの主食、肉や魚、卵などのタンパク質、食品、野菜や果物などのビタミンやミネラルを多く含む食品を組み合わせるのがおすすめです。以下は運動後におすすめの食事の一例です。ご飯、鶏胸肉のソテー、野菜サラダ、味噌汁などです。以上のことで運動して腹が空くのはエネルギー消費によるホルモンの影響、体温上昇によるなどの理由が考えられます。運動後に腹が空いたときは適切なタイミングで食事をとり、糖質とタンパク質をバランスよく補給することが大切です。健康維持にもつながります。健康な体に健康な精神が宿ります。